大鏡は平安時代後期の白河院世紀に成立したと見られる記伝体の歴史物語である。大鏡はいわゆる四鏡の最初の作品であり、内容的には二番目に古い時代を扱っている。非凡な歴史観がうかがえる問答体の書で三巻本、六巻本、八巻本がある。署名の大鏡とは歴史を明らかに映し出す優れた鏡の意味である。 古くは、四次物語、四次の沖縄物語、四次の鏡の巻、まか大炎鏡などとも呼ばれており、作者のつけた署名はなかったものと考えられている。作者は不詳だが、石棺家やその縁石の、村上源氏に近い男性館人説が有力で、藤原愛雄、藤原義信、藤原すっけ国、源道方、源慶心、源敏明、源敏久。 源本秋源宮正さだれの名が挙げられているが、近年では、村上源氏の源の秋草とする説がやや有力と、みなされている。文徳天皇が即位した、歌唱3年から、後一条天皇の万十二年に至るまで14代176年間の、宮廷の歴史を、藤原北家、ことに、道長の映画を軸にして、大屋与継ぎと、 夏山茂げという著名な二人の老人がウリーンの母大公で語り合い、それを若侍が批評するという対話形式で書かれている。和語に、漢語、仏教用語を交えて書かれており、簡潔でありながら豊かな表現に富む。藤原兼道、喧嘩兄弟の権力争いや、藤原道兼が花山天皇を欺いて出家させる場面では、 権力者の個性的な人物像が描写されている。そこには権力欲への皮肉も垣間見える。結末の後に二の舞の沖縄の物語などと呼ばれる後日探が加えられているが、この造歩は広報グルダイブが行ったものと記されていることから、これを行ったのは同時期二時期に広報グルダイブを務めていた。 源の正貞だ、あるいはその前任者の藤原栄棚であろうと推測されている。作中、王や四次は自分が生まれたのは、聖和天皇が上位した年の1月15日だと言っている。ありがとうございます。